前田市役所突撃課はい前田市役所突撃課ですえ今日はですねあの若者の郷土愛の情勢について語りたいなと思いますえというのも今ちょうど来年度の予算を作る時期でして、えー、昨日私もあの若者が地域に携わって郷土愛を醸成する企画というものを作って あの部長に話をしたばっかりでして、えー、さらにその動画のコメントにもですねあの郷土愛の情勢に関するものがありましたので、えー、特にその新卒の学生さんやっぱり若い視点というものを、あのー、使って、えー、若者がより地域に携わるまちづくりをしたいという提案をする方一定数いますので、えー、そのことについて深掘りしてですねあの面接でしっかりと、あのー、面接官が納得できる、あのー 志望動機や企画案というものをあの語ることができるように、今ここで講義を行いたいなと思います。はい、はいまあ、講義という立派なものになるかわからないですけど、はい、えー、それでですね。あの郷、ー、土愛を醸成する。あのー、たくさん受験生の方からは郷土愛の情勢大切だ。大切だっていう意見聞くんですけど、郷土愛を醸成して、そもそも何を目指しますか？ その郷土愛を醸成した結果自治体にとってどんないいことがありますかその市によって町によってどんないいことがあるかそこまであの追求ししてて考えいいなと思います、はいえー、ここでですねあの若者の地域の若者の、えー、町づくりを成功したあの代表例っていうものを挙げるんですけど福井県の鯖江市 JK 化プロジェクトってご存知ですか はい、あのーまあ、名前がもう JK かってついているすごい斬新なものだったので、えー、すごい名前だけでも注目されているものなんですけど、えー、これはですねあの福井県の鯖江市が JK かという正式な課ではないです JK かというあのプロジェクトチームのようなものを作って、えー、そこにあの市内の女子高生をあの加えてですね で、えー、市内の女子高生が実際に鯖市を活性化させるために議論をして、えー、実行していく、市政に提言していくという取り組みを数年前から行って、えー、全国的に一躍有名になったプロジェクトです。はい。で、えー、過プロジェクトを指導して、で、えー、女子高生数年間携わって、 で自分たちであの地域に貢献できてあのよかったなやっぱり鯖し好きだなという郷土愛醸成することに成功したんですねで、えー、その結果どうなったかというとあの JK 化プロジェクトに携わっていたあの学生が一部そのまま JK 化卒業して、えー、と OG 化だったかなそういうなんかそ、えー、と JK 化を卒業した方々で作る、あのー、新たな組織というものを作ってですね でえ継続して、あのー、現在の JK 化プロジェクトを支援するという取り組みも行ったりしています、はい、JK 化プロジェクトに携わっていた方々はあの一定数その県内の、あのー、企業にも就職したりしてですね定住、あのーまあ、促進の効果があったかなと個人的に私も思っています、はいえー、やっぱりですね今って あの大学の世帯の方々がみんな東京に行ったりしてそれがすごい問題になっているんですであの大学受験つい最近経験された方は知ってると思うんですけどあの文部科学省による東京,の東京などをはじめとする首都圏の大学の定員がすごい削減厳しくなっていて。 あの特にその有名次第みんなあの定員通りしか取らないっていうことがあってあの東大に受かった人も早稲田に落ちるっていうそういう現象が起こっていてですねちょっと私がいた大学も当時よりは相当難しくなってるなとあの聞いてびっくりしたんですけどえやっぱりそういった、あのー、締め付け政策ではなくて。 個人的にはあの若者が自分自身で自分の地元が好きだからこの地域の大学に入ってであの自分の意思で学びたいなと自主的に自分の心理を選ぶことができるような環境づくりが理想だなと思います。はいえー、でそのためにはですねやっぱり地域に戻る地域に留まるためにはその小中高までのあのー 学習環境っていうのは何もそのの学校の中だけでではないんですこういった JK 化プロジェクトのようにあの市役所など行政機関あるいは地域に貢献している NPO の団体や市民団体が関わってですねあの高校生が自分たちでも考えて何か地域のためにできるようなきっかけ作り機械作りっていうものを行っていくことで やっぱり私は自分の地元の地域が好きだ。あるいは自分の地元じゃないけど、この地方のこの地域が好きだから継続して貢献していきたいという、そういう思いを、あのー、若者たちにこう芽生えさせてですね。で、えー、東京一極集中ではなく、みんながそれぞれ地方に分散して、えー、若者が活躍するという社会を想像することが、えー、理想です。 はいえー、そのためにですねやっぱりその JK 化プロジェクトをはじめとする、あのー、市民団体方々などと携わる機会を創出していかなきゃいけないなと思っております。はい、で、えー、コメント欄にもあったんですけどあの観光資源を使って、えー、郷土愛を醸成するっていった結果あのちょっと面接の方から。 いや観光資源はあくまであの外部から人を呼び込むそ観光ツアーなど観光需要をあの促進するためのものだから巨大の,の情勢には巨大の,の情勢をしてで、えー、人口を増やすといったそういった取り組みには結びつかないと言われて、えーまあ、ちょっと面接官が言ってること本当か疑問ですっていう意見があったんですけど、えーまあ、一見その観光資源を使って で郷土愛を醸成するこれだけ聞くとあのやっぱり人によっては本当に2つ結びついているかな観光資源はあくまで観光のための資源だからその地元の人たちの郷土愛の醸成とは違うんじゃないかなってあの思われたのかなと思います。 まち、はいえー、づくりの部署に何度も経験がある私は、まあ、それ聞いても、まあ、観光資源も郷土愛の情勢に使えるようなと思うんですけど、やっぱりその市役所の職員全員があのこういった郷土愛の情勢のプロジェクトと関わっているわけではないので、やっぱりその学校の面接官でも、あるいは市役所のどの部署を経験した方でも、あの自分が伝えたいことを理解してもらう必要があります。 はい、で、えー、やっぱり観光資源を使って郷土愛情勢これだけ聞くと自分の言いたいことが伝わらないので、えー、例えばその観光資源あの外部から、あのーまあ、観光客が訪れる資源っていうものはあるんですけど、えー、こういったその外部の人たちが集まる場所っていうものを使って しっかりと、えー、町や市をプロモーションする取り組みを例えばその若者が行う、あのー、取り組みを行いたいこういった形で、えー、観光資源を活用して、えー、若者が活躍できる場機会というものを作ってで、えー、郷土愛を醸成したいといえばあの大抵の人は「ふんふんなるほどな」と理解してくれるかなと思います。はい、で えっとですね、これからちょっと話変わるんですけど、あの、応用編、応用編になります。はい、実際にその街づくり、あ、街づくりじゃない、えっと、若者が街に携わる、えー、企画というものを私作ったんですけど、結構難しいんです、これが。あのー、鯖江市の JK 化プロジェクトっていう成功例出したんですけど、あのー、若者と市役所が連携して何かやるっていうのは結構難しくてですね、 何が難しいかっていうと、その、志の高い若者を一定数集めること。これです。もうこれが一番難しい。あのー、例えば、若者会議やります。その、講義を開いてですね、あの、若者を30人ほど集めてワークショップ開催しますと、市が企画してですね、それをお願いしますと言って、大学やあるいは若者が行く飲食店にポスターを貼ってもらうとするじゃないですか。はい、それだけは誰も来ないんです。 でこれは私が経験してるんですけど本当にその若者特に大学生とか25歳以下の,あの若い人集めるのってやっぱり忙しくて難しくてですね、まあ、学生は時間があるといってもバイトに費やしたりあるいはあのそのゼミのフィールドワークなどの活,あの活動に時間を費やすサークルに時間を費やすっていうことがあるのでやっぱりここはあの例えば大学の教員を通して。 あるいは自分の知り合い経由で大学の、あのー、大学生の知人を通してといった知人の紹介経由でないとなかなかこの若者会議に人を集めるっていうことができなくてですね、あのー、私もちょっと企画頑張って作ったんですけどやっぱ事前にその根回しっていうのがすごい大事なんですよで今私がポンと企画して若者会議来年やりますよって言ってもポスター掲示するだけじゃ若者集まってくれないんでその予算を要求する前に しっかりと大学に対してそう大学生に対して根回しするっていうことをしてですねあのちゃんと僕たちもしあの A, 氏さ A 氏さん、まあ、例えばそ,その A 氏自治体が若者会議企画するんならやりますよって言ってるぐらい。 根回ししてないと難しいわけなんですね、開催するっていうのが。はい。で、これが、あの、現場職員の、まあ、声になるんですけど、えー、まあ、ここまではちょっと面接使えないかなと思うんですけど、あの、まあ、結構大変なんです。あの、本当に言うことは簡単だけど、実行するのは難しいということですね。はい。これは私自身の課題です。 あのー、やっぱり大学の根回しっていうのがなかなかまあ難しいなと思っております。はい、今日は以上です。ありがとうございました。